はい、こんにちは、橋本しのぶです。今12時15分、夜中の12時15分です。ちょっとね、今かまたきをさっき始めちゃって、かまたき始めると何時間かはちょっといなくちゃいけないんですよね。扉をちょっと開けてたりするので、それをね、何時間後かにちょっと閉めて、それで、あとはマイコン任せでっていう感じなんですよ。でね、まあこんな時間ですけどね、まあ待ってなくちゃいけないので、ちょっと思い立って工作をしようかと思って、まあ工作というかですね、これなんですよ。これね、先週かな、アマゾンで買ったカメラフォーカスリングっていうやつで、こうね、一眼レフのね、ここに今つけてるんですけど、見えますか、ね、こうやってこれ、あのフォーカスのリングにこれをつけて、こうやってね、簡単にフォーカスを合わせれるっていう、こういう道具なんですけど、これ普通にね、写真を撮るときはそんなこんなん使わないでね、こうやってやればいいんですけど、かっこつけた動画のときは一眼レフ使ったりするんで、そういうときはこれあった方が楽なんですよ。ちょっとね、これだとね、なかなかね、使いづらいんですね。三脚に固定してるっていうね、のもあるんで、これがあると便利だなと思って買ってみたんですよ。で、これがね、Amazon で2個ついててね、2個ついてて、238円、めちゃくちゃ安いんですね。まあまあ、チャイナのなんかバッタモノみたいなやつなんですけど、まあ、もちろんね、もうちょっとちゃんとした値段のやつもあるんですけど、で2個買って届いたのを見てみると、1個はしっかりしてたんですよ。こっちの1個の、もう1個の方がですね、もうネジがバカになっちゃってて固定できないんですよね。いやー、ね、238円とかだしね、Amazon の方に文句言ってもめんどくさいし、なんとかまあちょっとうまいこと直そうかなと思ったんだけど、ちょっとどうやって直そうかなと思って考えてたんですよね。そしたらね、今ね、ちょっと思いついちゃって、だからね、ちょっと直していこうと思うんですよね。で、症状としてはですね、このね、台座にネジがこう入ってるっていうだけなんですけど、途中まではいいんですよ。でもね、後半もうここら辺でもう効かなくなっちゃってるんですよね。なのでこれを直していこうと思います。でね、どうやって直そうかなってちょっと考えてたんですよ、これが届いてからね。したらちょっと僕ね、思い出しちゃったんですよ。ちょっと前じゃないな、結構前なんだけど、ハンドナッターっていうね、このナットリベットみたいな感じでね、ナットをね、埋め込めるリベットみたいなのは、そういう道具があるんですけど、それをね、持ってたんですね。持ってたっていうかね、これ何ヶ月か前に何か作ろうと思って買ったんですよ。まあこれもね、Amazon の安物なんですけど、何かを作ろうと思って買ったのをね、思い出したんですよね。まあこれでこの台座に新しいネジ山をね、つけてやればいいかなと思って、ちょっとそれをやっていこうと思います。ネジは M 棒ですね。この M 棒のナットをね、ここにはめていきます。ただこれ長さがちょっと干渉しちゃうな。ここね、ゴムがね、こういう風になって、そしてそこを固定するようになってるんで、ここにこのナッターを入れるとちょっと干渉しちゃうかな、ゴムに。ナッ
下を削ろう、これ短くしよう、あとはこっちに穴を開けないとダメですね。 6.85 ってことは、まあ、7ミリぐらいのね、これ7ミリの刃ついてるんでこれでやっていこう。そしてこれでここに、うわ大丈夫かな、多分大丈夫、いっぱいいっぱいだな、窮屈。ここにね新しい穴を開けちゃいます。この穴を広げて7ミリにして、でそこにこのナッターを突っ込んでネジ山を作る。そしてこれをはめて使うと。それでうまくいくんじゃないでしょうか。油刺すか、一応油を刺しておきます。カット。カット。こんなに、よし、これでおぴったりぴったり、でもちょっとね深すぎるんで、このナッターをね短く削っちゃいましょう。よし、短くなったかな。ノーマルのに比べると、2ミリぐらいかな、2ミリぐらい短くなったかな。でもちょっとバリができちゃったな。これはバリは削んないと入んないか。こっちにもバリがあるな。こっちのバリはどうしよう。ここにもね、この中にも見えるかな。中にもねバリができちゃってるんで。よいしょ。なんか意外とめんどくさいな。もうちょっと簡単にチャッチャッとできるかなと思ったけど、手強いな。こんなの簡単に10分ぐらいで終わるかなと思ったけど、もうちょっとかかっちゃいそうですね。これしょうがないか。削ったやつで、これバリ取んないぞ、穴に入んないな。あでもねこれアルミなんでね柔らかいです。よし入った。そしたらもうあとは簡単かな。でここに刺して、刺して、であとはギューッとギューッとすればいいんじゃないですか。これで OK。よし、くっついた。こんな感じ。そして最初にあったこの、おあれ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 、おかしい、なんでだ、間違った、やばい、違うのやった。M5、これ M5 でしょ？ M5 じゃないの入れた。あ、バッカーだ。いや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 。M5 じゃないの入れちゃいましたよ。いやー、めんどくさい。もうやり直すか。そしたら、ここを削り取っちゃって、今入れた納豆を取ります。
いやーちょっとびっくりしましたね。まさかの、まさかの、あれでも、あれでもこれ M5 だよな。いや間違ってないな、 M5。 どういうこと、どういうことこれ。 M5 なのに削っちゃったから、削っちゃって良くないことが起こったってことかな。削ったらダメなんだ、膨らんじゃうのかな。いやでも明らかに緩いな。削ったらダメなのか。いやそうなんだろうな。どうしようかな、どうしようかな。削んないとちょっと干渉しちゃいそうだよな。グラインダー持ってこようか。いやーこんなことある。ちょっとびっくりだな。まあね、ナッタを使うの初めてなんで、ナッタねちょっと前に買って本当忘れてましたから、それをねさっき思い出して、おナッタでナットを入れたらいいんじゃないかと思ってやったんだけど、いまいちでしたね。よいしょ。これ落とすのはいいとして、その後だよね問題は。よし、まあこれでやってみますかね。あ、でも意外といいかも。隙間ちゃんとできたかな。意外といけるかも。お、今度はちゃんとねじ効いてます。まあ大丈夫かな。微妙、止まるといえば止まるが、ちょっと、いや、やっぱちょっと長いな。ナットがね、突き出しが長いな。なんとかここにゴムを入れて、厚みが必要だな。押さえがいまいち完璧じゃないな。ちょっと緩いもんな。なんか1枚挟めばいいのか。とりあえずネジは効くようになったので、あとはねちょっとね隙間が埋まるように何かちょっと工夫をすれば、とりあえず使えるようになるかな。よし、じゃあこれで使っていこう。そうします。まあ238円の2つでね、238円のフォーカスリング、まあ、ちょっと鎌足りまでの釜がね、温度上がるまでの間暇つぶしに遊べたので、まあいいかなと思います。よし。あーでもこれあれか、こっちのレンズにつけるとズームレバー、ズームとフォーカスとで、これ2つ欲しいな。あ、だから2つでワンセットになってるのか。今使ってるね、つけてるこれは単焦点のレンズなんで、ズームがないんですよね。だからもうフォーカスだけで、なんで2つでセットなのかなと思ってたら、そうか、そうだよね。普通のレンズだ、ズームレンズだったらね、ズームとフォーカスと2つ、そうだよね。2つじゃあここにピョンピョンってつくんだ。なるほどね。そっか。また懲りずに買ってみようかな。実際ね、これ、使うとやっぱ楽なんですよ。すごい、すごい楽ですね。これはもうちょっと、もう多分手放せない。フォーカスリングいい感じなのでね、気になる方は Amazon で探してみてください。一応リンク貼っておきます。僕買ったやつ2個買って1個外れたから、どうかちょっとね当たりかどうか分かんないですけど、これはあれ中国から来たかな、国内からだったかな、ちょっと覚えてないな。
中国からだったらね、もう絶対返品とかめんどくさいんで、まあ返品してくれとも言われないのかな、もしかしたらね、うん、まあそんな感じですが、あのフォーカスリング、気になった方はね、リンクを、アマゾンのリンクをね、アマゾンのそのアマゾンアフィリエイトなんかわかんないけど、まあそれで買ってくれると僕のあれですよ、撮影機材買う足しになりますんでよかったらそっちから買ってみてください。はい、ということでね、今日は初めてのハンドナッターでフォーカスリングを直す、そんなお話でした。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。